こんにちは、速稼塾の久保です。今回も動画を送っていただきましてありがとうございます。やっぱりね、暗号通貨の税制っていうのはね、お金持ちを作らない仕組みといいますか、権力構造っていうのはできればね、シンプルな方がよくって、昨日まで見ず知らずだった人がいきなりお金持ちになって、一定の権力とそれからなんか信頼を得るっていうのは、既得権益を持った人にとってみたらね、結構ね、厄介な存在なのかもしれませんよね。まあでも既得権益といっても、昔は既得をしてなかったわけで、だんだんそういった権利を取っていく過程があったわけなんですよね、多くの方は。だからこそ分かるんですよね、この道を放置しといたら自分を脅かす存在が出てくるに違いないと。本来なら既得権益者って、新しい、権力とかね、信頼によって自分が打ち倒されることを恐れないはずなんですけども、そうもいかないもんですかね。はい、今回ね、私 NFT という、概念が出てきまして、 NFT の仮想通貨、それ関連の仮想通貨についてちょっとね、いろいろと考察してみたんで、今日は細かいこと言わずに、なんかね、そのこんなのがあるよっていうのをお話して終わっていこうかと思うんですよ。まあ例えばコインチェックでしたら、エンジンコインっていうのがちょっと前に上場して、初値50円ぐらいだったんですけども、今は250円前後で、1年ぐらいでね、4倍5倍ぐらいになったのかなっていうところですね。私も多少こちらの方は意識してたんですけども、ね、それからチリーズっていうのもありますね。これは国内では取引されてるのかな。でディセントトランドっていうものとかね、あとフローとかラリブルっていうのもありますね。大体こんなとこじゃないですかね。まだまだあると思いますけども。で、私が考えるのは、こういった NFT に参加するときに、結局はベースがイーサリアムなんだろうなと思うんですよ。まあ、ですんで NFT が個別銘柄で使われていくことは、まあ何が流行るのかっていうのは予測しづらいんですけども、まあ、根底にあるそのイーサリアムを扱っとけば、まあまあいけるのかなと思って、だいぶ前にね、仕込んだんですよね。まあ今から仕込むのはちょっといささか遅いかなとは思うんですよ、私の狙う利益率から考えると。でも今からイーサリアムを仕込んでいて期待を持つのは、まあそれはいいと思うんですけども、まあ私の場合大体ね、10万円を超えたらもうイーサリアムに関しては追加購入はないなと思ってたんですよ。ですんで今20万円を切ることがだいぶなくなりまして、昨年は一時50万ぐらい、45万とか行きましたからね、色めき立ったんですけども、まあ今年もビットコインやイーサリアムっていうのはまだ上がるんでしょうね。ビットコインっていうのもやっぱり今年また700万とか800万とかになる時期っていうのが来ると思いますし、イーサリアムも50万円を超える時期っていうのが今年は来るでしょうね、きっとね。まさに去年よりも、そして一昨年よりも、仮想通貨、暗号通貨っていうものはもっともっと知られて、買われて、使われていくっていうことになると思います。はい、もちろんね、カルダノが私はね、やっぱファンとして筆頭ですけどもね、カルダノなんてのは今年まさになんかこう本来の価格に戻っていくんじゃないかなと思いますよね。例えば600円700円とかね、トラヌタヌキの川残用にならないようにしないといけないですけども、まあそうですね、私が仮想通貨にかける思いっていうのはかなり強いんですけども、でも表現するときはね、釣られて買う人がいてもいけないんで、そうですね、なんかこの私は野球はしないんですけども、プロ野球の今年の予測をするみたいな感覚で、外れても当たっても罪なきようなね、エンターテインメント終わるぐらいの表現がちょうどいいのかなと思ってます。まあ心の中にはね、いろんなことを思ってるんですけども、あんまり言いすぎると買い煽りとかになってもいけませんし、結局はね、私は別に誰かこれを買いましょうって誘ったことがなくても、私の放送の影響を受けて買って損しましたっていう人が出てきたら、やっぱり心が痛む面もありますんでね、自己責任とはいえでも。はい、じゃあ今回もキャンペーンの方も合わせて利用させてもらいます。よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。